飯田龍太、飯田龍太、飯田、龍太、1920年、大正9年7月10日から2007年、平成19年2月25日は、山梨県出身の俳人、飯田打骨の四男で、打骨を継ぎ廃し、運母を主催。戦後の廃壇において、森住夫と共に、伝統俳句の中心的存在として活躍した。 山梨県東厚代郡五世村小黒坂、旧境川村、風笛吹市境川町小黒小坂に生まれる。父、竹春、打骨、母、菊野の四男。父の打骨は、早稲田大学英文化を中退し、境川の自宅、三路において、農事の傍ら工作を行い、1930年、昭和5年には、廃止、運母の発行所を山路に置いた。 竜太の生まれた1920年、大正9年には、境川でも伝統が灯り、1923年、大正12年9月1日の関東大震災では、いいだけでも若干の被害が出ている。竜太は、幼少期には病弱で、祖母により育てられる。1927年、昭和2年には、境川神常小学校、現在の笛吹市立境川小学校へ入学し、 1933年、昭和8年に、甲府市の旧聖高府中学校、現山梨県立府第一高等学校に入学し、バス通学する。中学時代にはトルストイを読み、中学1年時には、火災予防兵語で入賞。4年時には、帝国軍人講演会山梨県司会の、兵語募集に応募し、2点が入選している。1938年、昭和13年に、 甲府中学を卒業するが、高等学校受験に失敗し、上京して予備校に通い、東京小児町三番街の時計、和ずた区で、老人生活を送る。この頃には、神田の古書店街にも通い、文芸書に親しんだ。1940年、昭和15年、教鞭をとっていた、織口忍に惹かれ、国学院大学文学部国文化に入学する。 大学在学中より草作区をはじめ、父、打骨の主催する廃止、運物区会、商工会に所属する。1941年、昭和16年4月、右配信順のため一時休学し帰郷する。同年6月には、兄のカズマが病死している。翌年4月に復学するが、右肋骨にカリエスが発症したため、1943年2月に、再び帰郷し手術。 病気のため兵器免除となる。戦中から戦後間もなくまでは、境川村で農業に専念、牛二頭を使って一丁部余りの工作地を耕した。また戦後間もない時期に、ジャガイモ増産法の検証論文に応募し、農事試験場長や大学教授などを差し置いて一頭を取っている。この間、時計が1942年病死、長刑が0手頭で、三兄が、 外猛虎で戦死。1947年、昭和22年、国学院大学を卒業。卒業論文は、芭蕉の悲劇性の展開。7月に帰郷し、運も編集に携わる。1949年、第2回山梨県文学賞受賞。1951年より、山梨県立図書館に3年間勤務。この間、1952年に、 俳句作家として立つ決意を固める。また1953年には、講演のため山梨に来ていた、伊ぶ瀬ますに会い、以後長きにわたって、交友を深める、講述。1954年、第一句集、100個の谷を観光。以後、生前合わせて10冊の女数句集を観光する。1956年、第一回山美文学賞受賞。 1957年、第6回現代俳句協会賞を受賞。1960年、雲母に龍太線の作品欄創設。父、打骨は、戦後には境川の自宅を拠点に、雲母を観光しつつ、俳句創作活動の他各地での区会に参加するなど、活動を行っていた。打骨は1962年、昭和37年に死去し、 龍太は300年続く、王将や、飯いだけの家督を継ぐ。運も主催を継承。また、毎日新聞俳句乱戦者に就任。1966年、打骨の育集、椿花集を、編集刊行。1969年、第四区集、忘れ音で、第20回読売文学賞受賞。1981年、 日本芸術院昭恩昇賞受賞。1983年、四上法賞受賞。1984年、日本芸術院会員。1976年より2004年まで、打骨賞選考委員。郷土山梨での文芸活動にも携わり、山梨文学賞や山梨県立文学館の創設、山梨日日新聞の文芸欄の選者などを務めた。 1992年8月、運毛900号をもって週刊。主催自らの決断で伝統ある廃止の幕引きを行ったことで廃断に衝撃を与えた。この週刊以後、区の発表がなくなり事実上廃断から退く。2007年、平成19年2月25日、肺炎のため、甲府市内の病院で死去。去年86、代表区になど、 故郷山梨の大自然の中での生活、風土を柔軟な感性と、拡張高い文体で読んだ句が多い。伝統俳句のオスとして、しばしば森住夫と比較されたが、山本賢吉はこの風土性という点に住夫との大きないがあるとしており、居実という点から言えば、住夫氏は虚に傾き、竜太氏には身に傾く度合いが強いと書いている。 同世代の三橋敏夫は、龍太の苦行はいずれも、龍太におけるいわば土着神に、裏打ちされた、神章としての開国再建の趣きがあると思うと、述べた。具象的な作品に止まらず時に抽象的、象徴的表現に傾くことにも特徴があり、特に住処の裏を流れる狐川を読んだという、1月の、川1月の谷の中は、賛否両論を起こし現在まで様々な批評。 感が書かれている。最初にこの句を高く評価したのは、表現以外の連想を厳しく拒んでいる、俳句研究1969年2月号と書いた、前衛派の中村園子であったという。山本賢吉は、石田派響の、老漢や一月沼の横田針を思わせるとしており、また、幼児から馴染んだ川に対して、自分の力量を超えた、何かが宿し得たという作者次回に触れ、 心を超えた境に得たく、それだからこそ、愚章中章の差別を超えて読む者の魂をつかむので、あると評している。畜子岩井はこの句に関わって、中期以降のー太の句集には、下語が、の中、の声で終わる形や、追句表現、特定の記語の愛用など独特な類型化が多数ある、ことを指摘しており、こうした、の中、の声についてはー太に限って言えば、 新切字と読んでも良いのではないかと書いている。龍太の句は矢の切れ字を用いた肉一章の構造を持つ句が極端に少なく、畜詞はこのような窮屈とも取れる類型化は龍太が自分の好まない肉一章の形を避けるために養成されたものではないかと分析している。作家の伊ブ瀬マスジは昭和初年から山梨県とゆかりがあり、1927年、 昭和2年に、小木くに今を構えて、以後は、頻繁に、山梨を訪れている。伊ぶ瀬は、山梨において、趣味の川釣りなどを行っており、山梨を舞台とした作品も執筆している。戦時中には一家を八大軍公運村、甲府市は戸町を疎開させ、自身も徴用解除になると、山梨に疎開し、1945年、昭和20年7月20日の甲府空襲においては、 被災している。イブセは被災後、広島県福山の聖火に移っている。1952年、昭和27年、イブセは、文芸春秋社主催の文芸講演会で、山梨を訪れ、同じく講師を務めていた龍太は、廃人の水原修王氏を介して、イブセを紹介される。以来、両者は40年余りにわたって、交際を続け、多くの往復書館が残されている。 現存する最古の伊ぶ瀬あて書館は1955年、昭和30年3月12日で、竜太は伊ぶ瀬に、運も特集号への原稿依頼をしている。以来、往復書館では、新編の出来事や四季折々の自然風物、執筆の様子や、川釣り、伊ぶ瀬の主催した山梨を旅する、同好会である、幸福幸のことなど話題は多岐にわたり、 イブセの死去する前年にあたる1992年、平成4年まで405通の書簡が現存している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。